サバイバーの枠位置ですが、私の予想はこの右斜め前ですね。まずこちらから行って固有の壁を割ります。この時にですね、重機の裏側にサバイバーが一瞬見えたので、そちらを追っていきます。この時窓の方にドワイトがいたので、こちらを追います。ここはテオノの方がいいですね、正直。くねくね動くサバイバーには片方にフレームを置いて、そこにサバイバーが来た時に投げると当たりやすいです。今回は悶絶フックを持ってきてるので、白いフックに釣っていきます。救助したサバイバーが悪く放置されるパーツなので、遠投がしやすくなりますね。ここは狙っていきたいですが、ちょっと投げるのが遅れたので、近くの発電機を見ながら救助に来てないかを確認します。この裏にいるので、ここで一発当てれたらいいんですが、長引きそうな場合はフックに戻ります。やべっ、ハハハハ。悶絶フックで先ほどこちらに一人いるのも見えたので、そちらにも一発与えて、当てれない場合は深追いする必要はないんですね。あ、しまった。こちらも追う必要はない。発電機4台なので、ストライクを食らっても大丈夫という考えで私は釣っています。正直ここは2釣り目なので、キャンプでもいいんですが、少し離れます。見えない。どうしてんの？何してんの？そろそろ救助が来そうなので戻ります。来てるの？まだ破滅が生きているので、ここで救助に来てるということは発電機も回ってないので、救助狩りで大丈夫です。一人ダウン取っても周りにサバイバーがいるんだったら、攻撃を当てとくかダウンさせとくのが一番いいです。もし長引きそうだったらもう追う必要はないです。覚悟、なくなっちゃった。
またね。またねか。ダメか。狙えないね。ビルジーかな。実際にちょっとやっぱあれだな。ここも近くにサバイバーがいるので極力負傷させたいですね。あ、だめ。足んないんですね。もう発電機4台で破滅もあって、で今もう全部交代してるので、ここで、ストライク警戒しなくても別に問題はないと思います。ここなるこの時に素直に追ってもいいんですが、こっちからの方が開けてて結構見えるかなと思ったので、このルートで来ました。もう一人ぐらいないかな。さっきビル G とかもこっちの方向に逃げていたので、二人ともこっちのジャングルとかそっちの方で治療してると思います。それか発電機ゴリ押すか。私はまだ治療してるんじゃないかなと思ってこの辺を索敵してます。ビル G いたわ。どこだ。レオンがもう次はラストなのでレオン探していきます。この時奥のジャングルでカラスが戻ってきたので、そこにはサバイバーがいるということですね。動画がうまく撮れてなかったんですが、さっきのジャングルの奥の方でレオン見つけたのでそのまま追ってます。この時発電機は回ってる音がするので、こちらも遅延をかけに行きます。そうなっちゃもう勝つでしかない。ダメだ、遅い。電気やってない。ここ。
この時左でカラスが鳴いた声が聞こえたので、こちらにいるかなと思って行きました。DLC いたんだけど。当たんないかな。違うな。なおし。LG やろうかな。ハントレスの斧を構えるときは、捨て離れよ。サバイバーが窓を越えそうなときとか、曲がり角を曲がった次が結構開けてるとことかを意識しながら構えるのがいいですね。いけるこれ。ここはもう破滅もあるし、あとはもう初釣りなのでできるだけ離れます。よいしょ、いかない。ここでもカラスが右で飛ぶので、こっちにサバイバーは逃げてますね。ナイス食べ。こっちな、うまいな。ケイトデンソンも初釣りなので、ケイトデンソン追っていきますね。もう行かないんですよ。あさっての方向行って救助してもらおう。こっちの方に。あ、違った。向こうに逃げると思う。またこっち。こっちが好きだね。お前それは。あ、動画がね、なんか飛び飛びで撮れてるので見にくくて申し訳ないんですが、ここで今日の練習でビルジーが逃げた方向が多分こっち側なんですよね。さっき救助された右側にケイト・デンソンだけいたので、左側に逃げてるということになります。あ、こうか。おじちゃんの声がしたんですよね。押してもらっていいけどな。うまい。押していいけど。うまい、いけた。ビルジーのチェイスを見ていると結構窓を越えたがる感じがあるので、窓にエイムを合わせて投げる。サバイバーのチェイスの特徴というか、ケイト・デンソンはすごく車線を切ることが上手で、遠く遠くに逃げようとするので、そういったチェイス方法を変えたりとか自分で。あとはこの人あんまり後ろ見てないなとか、そういうのだったら窓とかエイム置いといた方が当たるので、やっぱりサバイバーによってチェイス方法を変えた方がいいですね。どっちかなと思った。フックあるかな。ケイト・デンソンの這いずりはカラスがここで戻ってきたんで、ケイト・デンソンがまあ這いずってカラス飛ばして
でそのカラスが戻ってきたということなので、まあ、この辺にいるんじゃないかなと思って、ああ足りた、探し出しましたということで、こんな感じですがハントレス頑張ってください。ありがとうございました。バイバイ。